どうも、IS チャンネルです。2021年に、全線復旧を目指していた、只見線の会津川口と、只見の区間ですが、工事が遅れ、1年遅れの、2022年に復旧予定となった、只見線の、復活に向けて、現在の様子について、お伝えしたいと思います。被災と、全面復旧に至るまでの経緯につきましては、別動画の、只見線、復活決定の道のりで紹介しています。撮影日は2021年の5月29日です。場所は只見線の只見と会津川口の間の区間で、現在は代行バスが走っています。まずは只見駅から見てみましょう。小出方面の列車は1日3往復ですが、運転されているので駅は営業しています。会津川口方面の列車が発着する予定のホームの線路はこのように錆びついたままです。このように会津川口方面の出発信号は赤のままです。駅舎からホームまではこのようにちょっと長い雨ざらしの通路になっています。ホームから駅舎に向かう通路の右側にはいろいろなかかしが並んでいます。線路側の駅舎の入り口です。新潟側が復旧した時のお帰りなさい只見線の横断幕が掲げられています。右側には友人駅なので切符の販売窓口があります。東北デスティネーションキャンペーンの横断幕が壁に掲げられています。左側はパンフレットががっつり置かれ、その先には観光案内所があります。観光案内所では只見線グッズを中心とした売店も兼ねています。売店スペースはざっとこんな感じです。あと1万円自由に使えるお金が財布の中にあったら衝動買いしてしまいそうなものばかりが並んでいます。只見線のキハ40とキハ E120 の本線が仲良く売られています。こちらは手書きのポスターとカレンダーです。 JR 線最後のキハ58系の在りし日の賢治と SL が只見線に乗り入れた時の写真です。駅前に行ってみましょう。ちょうど会津川口行きの只見線の代行バスが停車していました。駅前はざっとこんな感じです。只見駅の駅舎の入り口です。味のある木のぬくもりが伝わってくる駅名標です。右側は観光地図とお手洗いの入り口になっています。こちらが観光地図です。駅でレンタサイクルを借りることができそうです。そして会津田島までバスも出ています。自然市と只見号ですって1日2本の設定です。しかし小出からの到着列車は1日3本で、只見着が9時10分と14時28分と18時28分です。1日たった2本しかないのに、どの列車にも接続していません。なかなかシュールですね。バス停の右奥はトイレですが、入り口に何やら書かれています。この地方の偉人の河合嗣之助の説明です。普通区間の只見から2つ目の会津塩沢駅から徒歩約10分の場所に記念館があるそうです。新潟、福島豪雨の影響は免れましたが、鉄道を走らせないのがもったいない。鹿野川橋梁も見てみましょう。鹿野川橋梁をアップで見てみましょう。鉄筋コンクリート橋とプレートガーター橋が混在しています。会津蒲生から只見を見て、1連目から4連目までは鉄筋コンクリート橋、5連目はプレートガーター橋、6連目から11連目までは鉄筋コンクリート橋、12連目から18連目まではプレートガーター橋、19連目から29連目は鉄筋コンクリート橋、30連目はプレートガーター橋になっています。只見方面から鹿野川橋梁を見た様子です。鉄筋コンクリート橋が並び、田んぼや畑の中に近代的な単線の高架橋が並ぶ不思議な光景です。
カノーズ川に架かる6連ガーターから国道252号線をオーバークロスするガーターまで撮影しました。会津蒲生駅を見てみましょう。待合室には木の板が張られていて使えません。駅名表です。比較的綺麗な状態です。ホームを一往復してみましょう。この踏切を右に曲がるとホームに行くことができます。階段を上りましょう。流行町は2両分でしょう。すぐにでも列車が走ることができる状態です。正面が会津川口方面です。折り返しましょう。第八只見川橋梁を見てみましょう。一見被害はなさそうですが、ここの復旧費用は工事費中最高額で約45億円かかります。対岸の線路上では重機が大活躍中で、工事用の車が線路上にいます。会津塩沢駅を見てみましょう。待合室には木の板が張られていて使えません。駅名表です。比較的綺麗な状態です。只見寄りの線路部分は今工事中です。階段を上りホームを一往復してみましょう。ホームの途中まで線路がありません。正面が只見方面です。折り返しましょう。会津川口寄りに線路が見えています。会津大塩駅を見てみましょう。待合室には木の板が張られていて使えません。駅名表です。がっつりと錆びついています。階段を上りましょう。助走すればすぐにでも列車が走ることができる状態です。正面が会津川口方面です。折り返しましょう。第7只見川橋梁を見てみましょう。こちらは2019年の5月の第7只見川橋梁です。2連のガーター橋のみが残され、他の橋は流れてしまいました。そしてこちらは2020年の5月の同じ場所から撮影した第7只見川橋梁です。復旧に向けて大掛かりな工事がされています。そしてこちらは2021年の5月の同じ場所から撮影した第7只見川橋梁です。大きなトラス鉄橋がかかりました。こちらは2020年の5月に只見川の第7只見川橋梁の入り口を撮影したものです。こんな山奥で大々的な工事が行われていました。こちらは2021年の5月に同じ場所を撮影したものです。今すぐに列車が走れそうな状態です。只見川の第7只見川橋梁のトラス鉄橋の入り口です。ズームしてアップで見てみましょう。頑丈で災害に強い鉄橋に生まれ変わりました。こちらは2020年の5月に会津川口側の第7只見川橋梁の入り口を撮影したものです。2連ガーター橋の奥に鉄橋を架けるための支柱が大きくそびえ立っています。こちらは2021年の5月に同じ場所を撮影したものです。巨大な支柱は外され、2連ガーター橋の奥にはトラス鉄橋が完成しています。
トラス橋の上では、敷設された線路の調整が行われています。会津横田駅を見てみましょう。待合室には木の板が張られていて使えません。駅名標です。会津大塩ほど錆びてはいませんが、かなり錆が進行しています。階段を上りましょう。左側から保線用の線路が合流してきます。正面は只見方面です。折り返しましょう。奥には本線と側線の部分に屋根のかかった部分があります。保線の基地というわけではなく、ポイントがある場所でもなさそうで、なぜ駅ホームの上か近くにしなかったのか不思議な屋根です。会津小菅川駅を見てみましょう。待合室には木の板が張られていて使えません。駅名標です。会津大塩と会津横田の後に見ると綺麗です。階段を上りましょう。すぐにでも列車が走ることができる状態です。正面が会津川口方面です。折り返しましょう。第6只見川橋梁を見てみましょう。こちらは2019年の5月の第6只見川橋梁です。画面左側の赤丸部分が只見線の線路で、ここで分断されています。こちらは先ほどの画像の赤丸部分の橋脚の下あたりから撮影したものです。赤丸部分がトンネルの入り口で、あそこまでの橋が流されてしまいました。こちらは2020年の5月の第6只見川橋梁です。只見川のトンネルの入り口から対岸まで何もない状態です。会津川口側の線路跡に黄色のガーターが置かれています。並行する国道252号線の建設中の本名トンネルの入り口付近です。茶色の大きな橋がかかっています。実はこの橋は鉄道の線路の橋ではありません。まだこの時点では素人にはどうなるのかさっぱりわかりません。こちらは2021年の5月の第6只見川橋梁です。一連の大きなトラス鉄橋がほぼ完成しています。2本の大きな支柱の間には工事用のワイヤーが張られています。反対側の本名ダムと本名発電所からトラス鉄橋を撮影した様子です。会津川口側の線路からトラス鉄橋までを撮影した様子です。建設中の本名トンネルの入り口付近の茶色の橋は、鉄橋建設のワイヤーを使用するときに、万一何か落下したときに道路を保護するための橋でした。そしてコンクリートの橋脚が完成しています。この橋脚の反対側では何か工事が行われています。本名駅を見てみましょう。階段を上りましょう。右側の会津川口方面に歩きます。すぐに待合室と駅名標があります。待合室には木の板が張られていて使えません。折り返しましょう。助走すればすぐにでも列車が走ることができる状態です。駅名標はかなり綺麗です。こちらの正面は只見方面です。第5只見川橋梁を見てみましょう。こちらは2019年の5月の第5只見川橋梁です。会津川口側のガーター橋が流されてしまいました。こちらは2020年の5月の第5只見川橋梁です。川岸に橋脚と2連のガーター橋が新設されました。こちらは2021年の5月の第5只見川橋梁です。橋の上にレールが敷かれ、今すぐにでも列車が走れそうです。最後に会津川口駅を見てみましょう。
会津若松方面の列車は1日6往復運転されているので、駅は営業しています。ちょうど会津若松方面の列車が停車していたので見てみましょう。このキハ E120 系ですが、2008年の製造で、キハ40系よりは新車ですが、2020年に只見線に運用開始された時点では製造から12年経過し、決して新車ではありません。しかしキハ E120 系の全車両8両が2020年にリニューアルされ、只見線の会津若松から会津川口の全列車と磐越西線の一部の列車の運用につくようになりました。そして会津若松行きの列車が出発していきました。会津若松方面から川沿いに只見方面に見てみましょう。ホームのすぐ横が川で、波が立たなければ一部の景色が川面に映されます。駅名標は2つあります。会津若松寄りの駅名標は錆が進行しています。只見寄りの駅名標は比較的綺麗です。ホームには待合室と喫煙所があります。ホームに駅周辺の観光案内もあります。只見寄りの線路です。列車の入れ替えに使用しているようで、線路の錆はありません。この奥は SL の向きを変える転車台となっています。線路側の駅舎の入り口です。会津川口駅は金山町なので、龍の壁画にようこそ金山町へと歓迎されます。会津川口駅は妖精の里ですって、どんな妖精に会えるのでしょうか。駅舎側から見た会津若松方面から只見方面の線路です。駅舎の左側は切符売り場になっています。その反対側は観光情報センターで、地域の特産品も販売しています。赤かぼちゃ玉羊羹が半額で美味しそうにレジ前で販売していました。こんな状況でこの区間の工事も大詰めを迎えているので、来年の全線復旧を心待ちにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。